お客さんの入りいいってさ、リオ。そう。やっとここまで来たわね。リズノワールさん、時間です。行こう、リオ。ええ。三段ス対永瀬マナ。勝者は永瀬マナ。やったー！みんな応援ありがとう。永瀬さんはデビュー以来連勝記録を伸ばしています。すごいですね。ただ歌が好きなだけですよ。そんなご謙遜を。これからの抱負は？これまで通りステージで歌います。ファンの皆さんのために歌うだけです。お疲れ、マナ。ほら、タオル。ありがとう。おい、大丈夫か？大丈夫だよ。ちょっと力が抜けちゃっただけ。ライブが終わって緊張が緩んだから。明らかにマナは疲れている。オーバーワークだ。だけど今、マナにはいい仕事がたくさん舞い込んでくる。マナも仕事は絶対断らない。飛躍のチャンスだ。でもこのままで本当にいいのか？何深刻な顔してるの？もしかして疲れた？俺は疲れてないよ。マナの体が気になるんだ。何それ、エッチな意味？あのな。あ、すごい。リズノワールが東京レインズを満員にしたってニュースで取り上げられてます。何がそんなにすごいの？東京レイズは老舗の大規模な箱だ。若手アイドルが満員にするのは異例のことだ。リズノワールって昔三枝さんの育てたグループでしたよね。そう、デビューから3年足らずで満員なんて新記録樹立ですよ。おめでとうございます。よしてくれ。記録は彼女たちが努力した成果だ。俺は何もしていない。それより今日から1週間は春子のマネジメントを頼む。え、俺が春子さんの担当ですか？ああ、お前はもうバイトじゃない。いろんな現場を見た方がいいと思ってな。よろしくね、マネージャー。あ、はい、よろしくお願いします。デレデレしちゃって。女の子なら誰でもいいんだ。デレデレなんてしてないよ。どうだか。その間、マナには俺がつく。マナ、一週間だけ我慢してくれ。いいです。私、彼がいなくても勝手に仕事取ってきて勝手に歌うから。おいおい。俺としてはこれを機会に一週間のんびりしてもらうつもりだったんだが。そうだよ。マナは最近根を詰めすぎだ。しばらく新規の仕事は断ったらどうだ？絶対嫌。星見祭りの時だってみんな止めたけど大成功したじゃない。あれはたまたまうまくいっただけだ。本当なら中止にすべきだった。そんなの間違ってる。ファンのみんなが待ってるなら永瀬マナは歌わないわけにはいかないよ。自分の体も気遣ってくれと言ってるんだ。そんなことがわからないマナじゃないだろ。レッスン行ってくる。おい、話はまだ。春子ちゃんのマネージャーはついてこなくていいですから。マナはどうしたんだ？やけに感情的になっていたな。私が君を取っちゃったみたいになったのが嫌だったのかな。いえ、あいつはもともと歌に対しての執着心がすごいんで。才能を持っていると自分自身で制御できないものだ。お前がしっしっかり支えてやってくれ。はい。明日の仕事確認の連絡をしづらい。マナとは喧嘩したままだしな。いや、これは仕事だ。私的な感情は抜きにして行動しないと。ってマナ全然連絡くれない。君ひどいんじゃない？ごめん。今はまさにしようと思ってたところで。明日の現場は東京じゃなくて横浜だよ。間違って遅れないでよね。相変わらず永瀬マナは強気だな。なんで嬉しそうなのよ。あのね。ん？ぱり何でもない。おやすみなさい。おい、マナ。あ、もう切れてる。何だったんだ。永瀬さん到着まだですか？このままだとリハなしで本番するしかないですよ。すみません。今本人は大急ぎでこっちに向かっているはずですが。ミスった。マナの自宅まで迎えに行くべきだった。携帯に何度電話しても出ないし、まさか事故？あ、もしもし。おい、マナ、今どこに？助けて。ねえ、助けて。え？